疲れ様です。はい、もうすぐ連休ですからね。いつもできないことに挑戦したいなって。そうなんですね。落ち着く我が家でまったりとっていうのも素敵な過ごし方ですよね。あ、そうだ、忘れる前に、社長さんがプロデューサーさんを呼んでましたよ。とっておきのプレゼントがあるそうです。何か素敵なものだといいですね。君たち、せっかくの連休だというのにもったいない。私は全国のライブ会場を巡るつもりだよ。劇場の魅力を高めるアイデアを考えるためにね。もう社長、ライブ会場を巡るのはついでで、本当は全国の温泉巡りをするつもりなんですよね。最近社長が温泉雑誌を楽しそうに読んでいたの、ちゃんと知ってるんですからね。あはははは、バレていたか。あ、全国の温泉や秘湯にゆっくりと浸かりながら劇場について考えてくるよ。おお、そうだったそうだった。以前もらった次の天体公園用の企画書なんだが、君の企画を採用することに決めたよ。ああ、南の島に照りつける太陽、海と潮風の香り、素直に羽を伸ばしバカンスを楽しむアイドルたち、そんな曲とライブにしたいという君の企画、大変結構。実は興奮のあまりすでに曲を発注してしまってね。そういうことだ。作詞前でまだ仮歌も入っていないんだが、聞いてくれたまえ。そうだね、いい曲だろう。だがこれだけではまだ足りない。自由奔放で魅力的な歌詞が必要になるだろう。それについてなのだが、いっそのことアイドル諸君に歌詞を考えてもらってはどうかね。
要だよ君。その点については私にアイデアがあるからね。